マリカです、Day 5 in New York ということでもう5日目になってしまいました。で、今日はニューヨークファッションウィークに初参戦してきます、まずはケイト・スペードのプレゼンテーションを見に行くんですけど、ちょっとブランドの、ね、世界観に合わせてこのレトロなワンピースを着てみました。でメイクもちょっとねいつもより濃いめにしてる数なんだけど、濃いめにしてるはずなんだけど、まあ同じように見えますね。まあそこは置いといて、ではお家を出て向かいたいと思います。みんな見てるから。来ました。次のファッションショー。どんなショーになるか楽しみです。
の広告で見つけたあのデイビッド・ラーシャペルの写真展が今日から始まったので、あの初日に見に来ました。一番上の階に来ました。ここはリーディングルーム、展示会のリーディングルームで、彼の作品の本とかを、映像とかを読める会になってます。ここはジョージ・オキーフがハワイに過ごした時に、絵にインスパイアされた写真だそうです。ご飯食べてます。めっちゃニューヨークの音を聞きながら今日ファッションウィーク2日目なんですけど、まずはお腹空いたのでずっと食べたかったベーグルで、まだ食べれてないベーグルを食べに行きます。ニューヨークの朝ごはんといえばベーグルなのに、まだ食べれてないんですよ。なので今から地下鉄に乗って、あそこは何エリアって言うんでしたっけ。ソーホーの近くだ。そうソーホーとかリトルイタリーの近くの方にある行きたかったベーグル屋さんに向かいます。I'm so hungry. ここは老舗の、デリカテッセンなんですけど、かなり観光客にも人気なお店です。ここはパストラミサンドイッチが有名なので、それをね、2人で半分こしたいと思います。嘘。I didn't。 Oh my god。 やば。So good. ボリュームがすごいんですけど。Thank you so much. ここでお水を汲みます。全部がレトロで可愛いのに。
かな。まあ、最初にこういう肉みたいな食べた気がする。ずっと来てみたかった、ずっと来てみたかった。セレクトショップにやってきました。ここはなかなか日本でね買えないブランドがいっぱい入ってます。メンズもあります。これはサンディリアンというブランドね。かわいい。ここのアセンブリーニューヨークのセレクトストアなんですけど、かなり幅広い。奥はメンズになってます。かわいい。うん、え、日本めっちゃかわいい。このトップス買いだよね、買いだよね。あー、かっこいい。目印はウォルメランナました。ここは全部ニューヨークのここでハンドメイドで作られてる雑貨屋さんとかバッグ屋さんとかアクセサリー屋さんで、どうかバナナなの。でのカスタムもやってるそうです。あ、取った？ビデオでマリカを撮ったから、ね、それをカステラに来ました。来ました。ここが一番来たかったです。朝から自分の愛を待って、はい、いろいろ買い物をして、マリカの日を考えていたので、今お腹を知らせます。こういうね感じの、あ、なんか落ちた。ちょっともちろんですよ。アイメイクこういうので楽しみ。メイクを一旦落としてもらって、アキナさんに、え、映り OK？ 映り OK でみんなけど OK でやってもらいます。嬉しい。今日自分でね頑張ってやろうって思ってたんだけど、もうねプロの人にやってもらえるっていうね、こんな贅沢なことあるんでしょうか。ぜひこちらの入れてください。こちらの、パレットを使ってもらってるんですけど、これはじゃーん、アキナさんの師匠のパトリック・ターさんのプロデュースコスメです。でもこれラメックめっちゃ可愛い。そう、すごい可愛いし使いやすいし、このピンクとブラウン、うん、可愛い。でも日本ではまだ買えないけど、セフォラで売ってる。この前見たセフォラに売ってんの、あーってなって、すごい可
かわいい。使ってるふりしてでもこっち使うからこれもかわいいんだけどね。でもやっぱやっぱこっちのコスメばっか使います。うん、やっぱそうなんだね。発色がいいから。発色いいし、日本の化粧品が発想絶対不可だから。あ、多分60分かかかんないけど、うん、発想不可なんですか。発想何回頼んでも無理かな。コリアン化粧品で全部買えるじゃん、全部アメリカ発想してるけど、うんうん、特にスキンケアは絶対無理かな。友達に送ってもらうとかできるけど。あ、ですよね。やっぱそれだといけますよね。そう、でもさ、毎回頼めないじゃん、うん、でなんかちょっとアメリカ風に濃いめ、いつもよりコントラー、 She's contouring my face っていう感じかな。こう影を作るっていうか、そういう感じですよね、うん、そうですね。顔の立体的にちょっとあとなんか日焼けっぽいね。あ、そう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 。え、それ日本ってやらないんですか。日本はあんまやんない気がする。うん、チークだよね、うん、もっと可愛いチークハイライトみたいな、うんうん、いや、でもなんかこれをなじませます。ちゃんとなじませます。でこっちめっちゃなじませるよね。なじませる。もうめっちゃ高さ出してずっと一生こうやってする。一生こうやってずっと一生みんな顔叩いてるね。一生だよ。一生やってる、ね、そうですこうやってずっと真面目までこうやってずっとやってるから一生叩いてる顔をやっぱこのビューティーブレンダー的なのが。そう、ビューティーブレンダー一番でこうやってポンポンってやってずっとこうやってなじむまでずっとこうやってやってんの。ずっとやってるよね、あれ。そう、ハイライナーすごい綺麗。ツヤ消すから、うん、すっごいマット。アメリカスタイル、みんなマット。こういうマットマリカもいいんじゃないですか。マットマリカって、アメリカだから、アメリカだから、ね、しませんみたいな。そうで、ノーツヤで目はキラキラで。6位でね。6位です。She has a YouTube channel. Yeah, I do. She's very, very popular in Japanese. Oh, thank you. In Japan. Yeah, she has a YouTube channel. Oh, really? Yeah. And she has like radio, like weekly radio. Oh, yeah. I also have my own radio show. Yes. ショーに行く準備ができました、衣装に着替えてちょっと大きめの、ピアスをつけてメイクも見て、もう完璧に仕上げてもらって、もうこれで行く気準備どっちも万端です。はあ、もうね、本当に海外でファッションショーを見るのが夢の一つだったので、もうちょっとねドキドキとワクワクが今止まらないんですけど、マリリンのショーの会場はなんとブルックリンの方になっているので、そろそろ向かいたいと思います。 Yes, how's everything? Good, you know, I've got my セレブリティがたくさんいて、でマドンナもいたし、もちろんアナ・ウィンターもいたし、とにかくね、そこに私も一緒にいさせてもらえただけでも本当に幸せでした。マルニは本当に好きなブランドの一つで、結構私服でもバッグでも靴でも結構昔からね買ったりしてたので、まあ、そんなブランドのショーを今回見れて少しね
ファッションを改めて肌で感じることができて、もう最高でした。もう本当最高しか言えないんですけど、でなんかね、今回はまさかこんな美しいハンメイクをね、してもらって参戦することもできたので、もう心残りはないです。はい、はあ、じゃあちょっとシャワーを浴びて、お腹が空いたので何かつまもうかなって思います。